2台同時は、2台同時連動は結構難しいです。今失敗しました。あ、なんか綺麗な花咲いてますね。あ、なんか赤い屋根がすごくおしゃれ。ちょっと病院が被るんだよな、ここな。残念だな。さっきから同じ舞踊がへばりついてますね。私にへばりつきまくり。あー、綺麗だな。すげー綺麗。わかりますか、このオレンジ。すごい綺麗なんだけど表現できないな。何度も心ずにチャレンジしてんだけど全然ダメです。あ、今ずれたね。あまりやりすぎると頭が落ちる。このネジがちょっと弱いか。登る前にきつめなきゃなんないですね。うん、逆光で使えないとなると登りだけかな、使ったとしても。下りは、山を降りるときは使えませんね。あ、でもこういう感じで見るとすごくいいですね。あ、正面というかど真ん中にピント合わせると物質が多分夕日に合っちゃってるんですね。少しずらしてやるといいのかな。さあ、建物がこっちは多いな。あれはどっちだろうね。あの電車中か汽車中かどっちに行くやつだっけ、忘れたな。あ、なんかカボトムシの匂いがするな。クヌギの木っていうか、こんなとこにクヌギあるのかな。でもカボトムシはいないですね。どうでしょう、この感じわかりますかね。旭川の山並みが綺麗なとこなんですけどね、ちょっと全体が曇ってるからダメかな。山に雲がかかっちゃってるからちょっと見にくい。はい、という部分で、ここまでかな。
ですね。よし、 GoPro 撮影ストップ。